カスタマイズ可能なオンラインショップを無料で作ることができる。どうも、コンサルチャンネル横山直です。今回はですね、 Facebook ショップが日本でも提供開始ということですね。 Facebook や Instagram などのですね、アプリ上で無料でネットショップをオープンできる Facebook Shops というものがですね、始まりますんで、こちらですね、使い方やり方をですね、分かりやすくマレーシアから解説していきたいなと思っております。で、この動画ですね、最後まで見ていただきますと、Facebook ショップでですね、どんなことができるのか、メリット、デメリットは何か、じゃあどうやってやっていけばいいのか、こちら分かりやすく解説していきますんで、ぜひですね、最後まで聞いてみていただければなと思います。今回ですね、Facebook 社がですね、Facebook や Instagram などのアプリ上でですね、ショップをオープンできる Facebook ショップというのをですね、日本国内で提供を開始しました。Facebook Shops って書くんですけど、日本だと Facebook ショップと呼ぶようなので、まあ Facebook ショップというのを話をしていければと思うんですが、この Facebook ショップなんですが、カスタマイズ可能なですね、オンラインショップを無料で作ることができると。これ Facebook 社がですね、提供する様々なアプリの上でですね、公開できるそういった機能を持っています。 Facebook であったりとかですね、 Instagram で簡単にネットショップ、EC ショップを置くことができるということなんですね。まあ、企業はですね、その自社のカタログからおすすめの商品を選んでコレクションっていうのを作ってですね、画面の色とか設定したりとかして、ショップの雰囲気っていうのをそのブランドのイメージに合わせて作ることができます。またですね、自社の規模や予算に関係なくですね、オンライン授業を始めることもできるので、いつでもですね、どこでもですね、その顧客とつながることもできますし、本当にすごくこれからですね、伸びていくんじゃないかっていうのがこの Facebook ショップということになります。ユーザーはですね、企業の Facebook ページであったりとか、 Instagram のビジネスプロフィール、またはですね、ストーリーズや広告からですね、 Facebook ショップにアクセスをしてもらって、興味のある商品をですね、保存したり、あとは注文したりすることができると。これすごく重要でですね、その Facebook ページとか Instagram のビジネスのプロフィール、あとはストーリーズですね、インスタで言うとストーリーズ、あとは広告ですね、まあ、そういったところから Facebook ショップに行ってですね、まあ、買ってもらえることができると。で、日本におけるサービスではですね、注文する企業が保有するアプリの外のウェブサイトに遷移して商品を買ってもらうという形になりますので、決済自体はですね、 Facebook で持つんじゃなくて外の決済を使うと、日本としてはそういう形になっていきます。で、またですね、実店舗にいるときにですね、店員に声をかけると、同様に Facebook ショップでもですね、質問であったりとかサポート、あとは配達の追跡などをですね、 WhatsApp であったりとかメッセンジャーとか Instagram のですね、ダイレクトメッセージを利用してメッセージのやり取りができると。これすごく機能的にですね、まあ、優れているというか、そのすぐにですね、WhatsApp を日本で使う人はあんまりいないので、メッセンジャーであったりとか、Instagram のダイレクトメッセージを使ってですね、まあ、この商品がですね、どうなっているとか、仕様を聞いたりとかですね、いろんなことを聞くことができると。これすごくメリットがあってですね、なかなか今までネットショップで簡単に質問するとかっていうのはできなかったわけですけど、そのショップとですね、やり取りが簡単にできる。まあ、Facebook であったりとか、Instagram のそういった機能を使ってですね、簡単にやり取りができるというのはすごくやっぱ大きなメリットとしてありますよね。で、あとはですね、EC プラットフォームの大手の Shopify などともですね、パートナーシップを結んでいますんで、まあ、そういったところで Shopify と連携をさせて、ショップから Shopify に連動させて、Shopify で決済をしてもらうみたいな形を作っていくことができると。ですからそういったところで、今までですね、ネットショップを作るってなるとなかなか難しかったりとかですね、あとはネットショップをただ作ってもですね、人が集まんない、集客ができないっていうところがあったんですが、逆に言うと今だとですね、 Facebook でも人が集まってるわけですね。まあ、そのプラットフォームにですね、自分のショップを置けると、店をオープンできるっていうのはかなり大きなメリットとしてあるわけです。ですからそういったところで Facebook であったりとか Instagram の中に自分の店を置けるっていうことでですね、かなりメリットが大きいんじゃないかなと思います。さらにですね、まあ、購買データっていうのが細かく取れるため、その広告出稿からですね、どうやって商品買ってくれたかっていうのを分析もしやすくなるというところもありますし、僕もすごく使ってる Facebook 広告を使った、まあ、ビジネスっていうのもかなりプラスになるだろうし、収益性でいうと Facebook 社っていうのは Facebook 広告をたくさん出してもらうっていうのがビジネスにつながるわけなんですが、まあ、そういった意味ではですね、ネットショップとそれを Facebook 広告から集客して、でさらにネットショップを使って決済をしていく、もしくはその中からいろいろデータが集まっていくと、 Facebook 社にとってもすごくメリットありますし、販売する側にとってもメリットがありますし、いろいろできるんじゃないかというのが今回の Facebook ショップということになりますね。であとはですね、まあ、EC サイトをこれからまあ作るっていうことになると、まあ、ちょっと前だとですね、100万円とか数百万かかるみたいなことがあったんですが、それと比べて今だったら無料でですね、簡単に作ることができると。先ほど言ったように、その Facebook という人がいるところでネットショップができるっていうのはかなり大きいですよね。あとはまあ D2C と呼ばれるですね、ダイレクトトゥーコマース促進につながっていくだろうし、まあ、実際にですね、農家の方であったりとか、そういった、ね、この機能を使えば自分で商品を販売することができるわけですね。地方の生産者がですね、これを使って直接にですね、お客さんとつながって買ってもらうということができるということで、自分たちの商品を世界に広げるということでは、そういったきっかけになるというところにもつながっていくんじゃないかと。
で、そういった意味ではこのコロナのタイミングでもですね、この Facebook ショップっていうのはすごく有効に活用することができるだろうし、これをやっていくっていうのは効果的なんじゃないかなと。あとは製品の詳細情報を聞きたいというユーザーがですね、そのメッセンジャーのツールで先ほど言ったようにそれを気軽に聞けるっていうのはすごく良い点ですし、分かんないことを聞きながら、あ、じゃあこれ買いますねって言って買うこともできると。その対面でのセールスであったりとか百貨店とかもそうですけど、売り上げが下がってきているということで、人が外に出なくてですね、外で買い物しなくなってきているというところに関してはショップを作ってやることもできて、やり取りもできると、そういったところもメリットとしてあるんじゃないかなと。で、自社のブランドイメージと、まあ、それにカスタマイズもできると。それで無料のオンラインのショップを作ることができてですね、コロナ禍でもその EC の展開っていうのができるというところもありますんで、そういった意味ではすごく中小企業とかですね、個人事業主、まあ、そういったところでも使い勝手がいいんじゃないかということですよね。あとは、まあ、Google の検索とかですね、リスティングからのアプローチではなくて、やっぱりその Facebook を使っている人たちであったりとか、自分が発信している情報を見てくれている人に買ってもらえるっていうのは、やっぱりショップとしてはですね、広告をクリックしていきなり来たお客さんではなくて、つながりから来るっていうお客さんが Facebook とか SNS とか、まあ、Instagram もそうですけど、そういうのも使ってですね、やることができるっていうのはやっぱりすごく大きいので、広告から来るお客さんよりもそういった SNS からつながって買ってくれるっていう人たちの方がすごく重要になってくるので、まあ、そのためにもですね、 Facebook ショップっていうのを使っていく、あとは Facebook で情報発信していくとかですね、 Instagram 使って情報発信していくっていうのはすごく重要になっていくんじゃないかなというところですね。 Facebook ショップに関してはですね、まあ、Facebook 自体は今まで何度もそのショップ機能みたいなことを試してなかなかうまくいかなかったというところがあるので、まあ、そもそも Facebook っていうのは友達の情報を見たりとかですね、近況を見たりとかするために使ってるという人が多いので、 Facebook ショップ自体がちょっと微妙なんじゃないかっていう意見も、あったりします。ただですね、インスタグラムのショップとしてはすごくやっぱりいいんじゃないかと。インスタからやっぱりそのアパレルを買ったりとかですね、化粧品買ったりとかってですね、そういう人すごく多いわけなので、まあ、インスタ側はすごくいいんじゃないかと。Facebook はもしかしたら微妙かもっていう、まあ、意見も出ています。まあ、このあたりはですね、どういった成功事例が出てくるかとか、どういう具体的な使い方が効果的なのかっていうのもアンテナ張ってですね、まあ、僕もいろいろ情報を出していきますけど、そういったところを知っていただきながら、うまくいった方法っていうのを自分のところでも取り入れるっていうことがいいんじゃないかなと思います。で、Facebook はですね、まあ、そのプラットフォームとしてですね、ショッピングっていう機能はですね、以前からもマーケットプレイスという形で提供してました。ただですね、このマーケットプレイスっていうのはどちらかというと、そのオークションとか、日本でいうとメルカリみたいなですね、要素が強くて、その個人の不要品とかですね、まあ、そういったローカルのコミュニティを利用して販売していくみたいな、こっちで言うとフリマみたいな感じ、オークション形式みたいな、まあ、それをオンライン化したっていうところが強かったというところなんですが、Facebook が発表したその Facebook ショップに関して言うとですね、完全にその店舗ビジネスを実際に Facebook 上でやっていくと、事業者向けということで考えられているので、まあ、そういった意味ではですね、EC を Facebook 上に持てるというところの考え方で作られているものなので、まあ、すごくこれから伸びていくんじゃないかと考えられることができます。で、先ほど言ったですね、購入を検討するユーザーはですね、メッセンジャーとかインスタグラムのダイレクトメッセージを使ってですね、まあ、リアルタイムで質問とかをやり取りして買うことができると。あとは Shopify とのパートナーシップをやってますんで、 Shopify 上に販売チャンネルを持ってる人に関して言ったり、もしくはもうこれから Shopify 導入していくっていう方でもいいんですけど、自動でですね、 Facebook ショップを通して出品できるっていうような体制が整ってきてると。あとはインスタグラムに関して言うとですね、インスタグラムショップを今年の夏にはリリースするということで、 Facebook としてはそういう話をしてますんで、 Facebook と Instagram 両方でも売っていける、まあ、同じ会社なんでね、 Facebook でも Instagram でも売っていくことができると。これはかなり強みとしてあるんじゃないかということですね。 Instagram ショップの中では、まあ、画面整理せずシームレスに購入することができると機能として入っているというところなので、 Facebook ショップと Instagram ショップ、こちらをうまく利用することによって SNS から集客することができると、まあ、こういったことができるようになっていくということです。ですから、まあ、そのですね、まあ、Facebook としてはこういった活動を通してですね、まあ、いろいろ Facebook も新しいことをやろうとしているわけなんですけど、一つはロイヤリティプログラムということがあってですね、まあ、これも実質テスト中なんですけど、このロイヤリティプログラムだとですね、その店舗、カフェとかレストランで利用した際に、そのポイントとか特典とかですね、それを Facebook アカウントと紐づくようにして、いいねとかなんかやったらカフェとかレストランで何かもらえますというようなこともできるような、そういった機能もですね、今 Facebook としてはテストしていると。ですから、まあ、そういった意味ではですね、今回 Facebook が発表したその Facebook ショップっていうのは、多くのですね、ローカルビジネスであったりとか、スモールビジネスの人たちにとって EC をやっていく、そういった機会になるということで、すごくチャンスかなと思います。で、その中でですね、まあ、Facebook の中でネットショップを作れると、 Facebook ショップスっていうのができることによってですね、皆さんネットショップが簡単にできるようになりましたんで、ぜひですね、使ってみていただければなと思います。で、具体的にどうすればいいかということなんですが、まずはじめに Facebook ショップを利用するにはですね、その利用可能となったメールかお知らせを受け取っているという必要があると。場合によってはですね、まずコマースアカウントっていうのを作成することが必要になるということで、そのコマースマネージャーっていうものを作る必要があるということですね。 Facebook でショップを設定する場合の要件なんですが、既存の Facebook ページショップにリンクされたページの管理者
者であること、あとはビジネスマネージャーの管理者であること、 Facebook ページとカタログを同じビジネスマネージャーアカウントで管理しているというところで、ちょっといろいろ細かい点があります。で、 Instagram でショップを設定する場合の要件とかっていうのも、これも決まっていますんで、ちょっとそのあたりはですね、細かいやり方とかっていうのはまたこれからどんどん情報が出ていくと思います。ですからですね、実際にもうすぐやりたいという方はですね、 Facebook のヘルプとかを見ながらやっていただくのがすごくいいかなと思いますし、先ほど言ったようにですね、それが使えるよっていう連絡が来てるアカウントじゃないと使えなかったりとかですね、ちょっとまだまだこれからっていうところもありますので、いきなり全部やっていきましょうって話ではないので、いろんな情報が出ていく中でですね、その設定していっていただくのが一番いいのかなと思いますんで、僕も調べたんですけど、自分でもやってみましたが、なかなか分かりづらいところがあったりとかしますんで、しっかりとした情報がまとまってきたら、それに合わせてぜひやってみていただければなと思っております。ではですね、今回の動画いかがだったでしょうか。一言でもいいのですね、コメントいただけるとすごく嬉しいです。であとはですね、いいねとか高評価いただけるとこちらもすごく嬉しいです。ぜひですね、コメントを書いていただいて、すべて読ませていただいているんで、特に今回で言うとですね、その Facebook のネットショップが簡単にできるようになったよということで、そういったアンテナを立てておいていただいてですね、実際にどんどん使う人が増えてきた中で、なかなかユーザーとしては Facebook ショップっていうのがあるかどうかも知らないところで、いきなり Facebook で物買いませんかって言われても、使い方わかんないって話になってくるので、これから使う会社がどんどん増えてくるとですね、実際に Facebook で買い物をするっていう文化にもなってきます。そういうやり方もあるんだっていうところで、徐々に準備していってですね、やっていっていただければなと思っております。で、アフターコロナの、世界でも自分らしくそういった成功する人を増やしたいなと思いまして、最新のですね、価値ある情報をコンサルチャンネルということで発信をさせていただいてます。で、これからもですね、価値ある情報を毎日発信していきますんで、見逃さないようにぜひチャンネル登録しておいていただければなと思います。チャンネル登録しましたらですね、隣のベルマークですね、この下のところからチャンネル登録していただいたら、隣のベルマークを押しておいていただくと、新着の通知が届くようになりますんで、見逃さないようにですね、チャンネル登録とベルマークですね、押しておいていただければなと思います。僕自身はですね、マレーシアのクアラルンプールでインターネットのマーケティングの会社をやらせていただいています。で、その中でですね、YCS というコンサルティングコミュニティというのを主催をしているんですが、これはですね、経営者、起業家、個人事業主の人たちが集まってですね、今回話したような Facebook のその新しい機能とか、いろんなものをテストしていって、効果的な方法ですね、での情報交換をさせていただいています。で、詳しくはですね、無料でウェブセミナーやらせていただいてます。概要欄からですね、無料のウェブセミナー登録することができますんで、ぜひそちらでですね、インターネットをどういうことを使えばいいのか、マーケティングどういうことをやったらいいかっていうことをですね、無料のウェブセミナーで話をしてますし、その YCS の内容についても説明してますんで、よかったら概要欄から無料のウェブセミナー見ていただければと思います。あとはインターネットを使ったりとかですね、集客したりとか、インターネットで売り上げ上げるということに関しては、こちらも LINE 登録いただけますと、特別の動画プレゼントさせていただいてます。で、インターネット集客とかですね、インターネットで売り上げ上げる方法を詳しく知りたい方はですね、概要欄から LINE 登録いただければなと思います。ではまたですね、次の動画でお会いできればと思います。ありがとうございました。